今回は頭の中の考えを AI で読むという。おお、それおお、もう、これまでよ、もその話は出てきてますね。いや、この前は頭の中の絵を読むという話なんあ、です。そう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 。で、今度はね、考えを読むという話。考え。おお、進んできてますね。うそうなのよ。こっちの方が恐ろしいですよ。ええー。で、具体的に言えばですね、テキサス大学オースティン校の研究者たちが、脳のパターンを解釈して心を読むということができる人工知能モデルを作って、それをネイチャーに出したと。ネイチャーですからね、立派な雑誌じゃないですか。で、この AI モデルはですね、その非侵襲的な、つまり fMRI を使うわけや。それで、何を考えてるのかということは、その被験者が、何を考えてるのかということを推定するっていうんですが、この技術は最もプライベートな思考でさえも侵入される可能性があると。だから、今までね、頭の中だけ、いや、口で何言うか、ね、思ってることは別だよって、ね、いうことを、嘘を言えたわけじゃないですか。ところがね、これが言えなくなるかもしれんわけで、怖いわけですやん。で、日本の研究、前ね、日本の研究者グループ、まあ、大阪大学の人たちが、頭の中、fMRI を使って頭の中を見てですね、どんな絵を見てるかということを再現するということが、まあ、できた。まあ、これはできたんですよね。ところがね、絵と考えというのは非常に何が違うかって言ったらですね、絵っていうのは静止してるじゃないですか。だから、で、MRI、fMRI っていうのはね、データを得るまでにね、10秒ぐらいかかるんですよ。ですから、10秒間ね、じっとしてるような絵、何か絵を見てね、それずっと10秒間見てる場合は、この見てる絵の信号が脳に行って、それでまあ何を見てるか判断できるわけなんだけど、今言ったように、考えてコロ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 変わるわけじゃないですか。で、具体的に言えばですね、何か考えてるって、まあよく言うように、頭の中で、この前もあったように、頭の中で喋ってるわけじゃないですか。で、だから結局ね、頭の中の内省とか、内話を、読み取ることができるかっていうんですよ。で、結論はそれはできない。なんでかっていうたらですね、内省とか内話っていうの、僕は今喋ってるわけだけど、これ、例えば1秒に2語喋ると、仮にしますと。まあ、英語の場合ですよ。ね。なら、10秒で25になるわけですね。まあ、普通ね、1分で160語ってやってんだけどね。要するに、喋るって早いわけですよ。だからね、fMRI が脳を測定したときに、実はね、私が考えて、I am a boy, this is a pen って、ここ仮に考えてるとしてね。で、10秒間でどんだけ言うかって言ったら、20単語言うわけですよ。頭の中でね。これのまとまったものを見てるわけでね。ね、this is a pen というふうに分けられないのよ。そこが難しいところなんですが。じゃあどうするのかというとね、内話とか内省とかをね、個々に読み出すんじゃなくて、要するに何を考えてるかということ。考えの要点。これを測定できる。つまりね、何か今喋りたいと、私は思いますよね。そうすると、私の思い、今言いたいという思いがですね、脳の中のある領域にあるパターンとなって浮かぶわけですよ。ね。僕は This is a pen と言いたいと、ね、思っとると。そうするとね、具体的に言ったら This is a pen って言うんだから、実際ね、ここに、こんなふうに、あって、This is a pen と言おうと、いうわけでしょ。こういうイメージが頭の中にあるわけじゃないですか。で、あるいは単語として、だから単語の This is a pen が出てくるんじゃなくて、要するにそういう概念、これを読み取ろうというわけで、で、それができたっていうわけですわ。だから、文章の、この AI モデルは、ね、文章の
根本的な意味を捉えることができる。だから、原文を言い換えることもできる。つまり、ある文章があったときに、これと等価な文章って他にあるわけじゃないですか。実際ね、実験やってみてね、無声映画を見せてね、見せて、声がないんだけど、で、それでね、何を見てるかってね、わかるとか言うわけですよ。そういう話をするとね、怖いじゃないですか。例えば、例えばソ連とか、あるいはナチスとか、中国とか、でね、お前何を考えてるんだ、まあ、例えば KGB とかね、あれ、ゲスタポなんか来てね、秘密警察が来てね、お前こんなこと、ね、反乱の、計画してんじゃないかって言ったら、いや、そんなことありませんよって、まあ、普通は言うわけじゃないですか。じゃあ、頭の中見せるやって、今まであんなこと見せられないわけだけど、うん、これで見えると、可能性があると。という心配があるんやけど、実はね、このペーパーの中の面白いことがあってね、例えばね、嘘発見器ってあるじゃないですか。あれで、何でも質問されたときにね、ノー、ノーと答えるのね。で、その時にですね、反応するわけですよ。だから嘘が発見できるわけ。これのね、騙し方っていうのがあってね。で、実は今のね、脳のハッキングもね、これをね、逃れるやり方があるんだって。で、それも実験してるのよ。それね、関係のないことを考えるんだ。で、例えばね、数字を数えるとか、アルファベットを言うとかね。あるいは他のね、とりとも他のことを考えるとか。で、だからね、嘘発見器の場合ね、脳というわけですからね、これね、イエスかノーかをね、もし言うんであればね、これはね、頭働かさんといかんわけ。ところがね、必ずノーというのならね、ノーと言うてればいいんだからね、考えなくていいでしょ。その時に、頭の中で1、2、3、4、5、6って感情してたらいいんですって。でも、なるほど。修行がいりそうですけどね、それ。周りのことを無視してこう考えるってことですね。だから現状でね、脳の中ハッキングされるんじゃないかと言うんだけど、その可能性はあるんだけど、まあ、それに対する防御策もありますよと。さっき先生、その無声映画を見ながらっておっしゃったんですけど、その場合はなんかやっぱり視覚情報とかもあると思うんですか？もちろん見てて、要するにどんな話なのかってことを脳から読み出して、言葉で書くと。シーンがどんなシーンであるかということを。一応分離できてるってことですか？視覚からの情報と今の。前のね、絵が分かるというのはね、静止画じゃないですか。だけど無声映画って動くじゃないですか。はい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 。だから一枚一枚の絵が分かるわけじゃない。じゃないですね。でもどんなシーンかって、ね、なんかね、で、怖いもの見てね、キャーって言ってるシーンだとかいうふうな言葉で書けるわけですよ。もう分かると。もっと抽象的な概念みたいな実験は特にしてない。そういう視覚情報とかもない。本当に頭の中で考えてるみたいな。いや、それが分かったら怖いなと思ったんですけど。いや、原理的にはそれができるはずですよね。できるんですかね。想像してるってことは頭の中で何か、やっぱり。だからその言葉で出てくるんじゃなくて、そのような状況を表す言葉で出てくるわけですよ。いやいや、でもすごいっすね。なんか今はまだね、初歩的だけど、もっともっと先に進んだら本当にね、怖いことになるかもしれんよ、ね。いや、だからこの分野の進歩って日進月歩ですからね、イメージが見えて、夢もね、何見てるか分かってね、次は何考えてるか分かってるですから、ね。まあ、でも、いい方に使うとすれば、まあ、ユーザーインターフェースとか、そうなんですよ。そういうふうに使うわけですよね。もちろん研究はそっちを目指してるんですよ。つまり、喋れない人。とか、キーボードを打てない人が、頭で考えただけで、頭の中にキーボードを思い浮かべてですね、頭の中でキーボードを打つっていうことは可能じゃないですか。で、それで、思いだけでキーボードを動かす。まあ、そういう研究、そういうことに使おうという研究なんですね。だけど、普通誰でもね、悪い方向を考えるじゃないですか。まずね、そうですね。はい。
ほぼこれ悪いことしか今考えてなかったんですけど、これ実は違いますよね。ちゃんとこういいことに使おうと、うん、いいことに使おう中研究なんですって、はい、まあ、確かに。今回は生成 AI は使ってないんですか。使ってんですよ。あ、やっぱり前も同じような感じなんですか。あと GPT みたいなのも使ってんですよ。つまりそれはね、文章を与えたら次の一語を予測するというところを、でそれが合うかどうか見てるんですよ。あの潜在空間の話と似てるような感じしたんですけどね。基本的にそうなんですよ。だそうなんですよ。だから単語ね、単語中、まあ喋ってる中の単語ですよね。でところがそれの全体の意味ってあるじゃないですか、はい、これ小林さんが前おっしゃったように潜在空間の中でこの単語、まあトークンなんだけど、単語の列があって、その一番最後のエンドオブシーケンスがこの文全体の意味を表しているという話があって、ですから結局意味ってものもこの潜在空間の中のベクトルで表現できるわけですよね、はい、だからそれを見て見ようとしてるわけだと思うんですよ。はい、結局あれですね、じゃああの反対の絵を思い浮かべた時もあれもステーブルディフュージョン使ったと思うんですけども、うんうんうん、同じようなやり方なんですね。今回 SAI が発展したから、実はそのこの根っこのところで FMRI このデータとつなげたらこうつながっちゃったみたいな感じの話なんですね、うんうんうん、非常に面白い話です。脳の中の機構ももしかしたらその生成 AI の機構と非常によく似てるのかもしれないというところが想像できますね。そんなとこでしょうか。はい、はい。